すごいね。スペシャルウィークメールで質問受け付けますスペシャルということでですね。スペシャルウィークだけでおじさんこことやるのは。ねえ、おじさんはね、もうこんなメールなんかいただかなくたってね、いっぱい面白いお話を捏造できるんだから、いつでも。ねえ、ですね。ありがとう。ペンネーム深夜のアホジカラさん。今ハマっている寝起きの一言は何ですか？おはようございますですね。この大流行中です。ロングセラーですよね。おはようございますはね。続きまして。ですね。行きましょう。ラジオネームダッキー。嫌いな文房具は何ですかっていう。ね、なかなかこういうのね、答えてくれる、ディスクジョッキーはなかなかいませんよ。ね。ウルフマンジャックは一回も答えなかったって言いますからね、これに関してはね。砂消しゴム。砂消しゴムってなんだろう。もう、いつも思ったもん。砂消しゴムってもうないでしょ、多分。世の中に砂消しゴムってないと思うんですけど、消しゴムのさ、右半分が消しゴムで、左半分が砂消しゴムのやつ、昔よくあったんですよ。で、なんか大人っぽくてすごいかっこいいんだけど、砂消しゴムって全く、こう、消えないっていうか、砂消しゴムの、消し方って、もう、なんつうの？なんつったらいいのかな？消し方がマフィア的っていうか、ね、そんなに言うなら消してやるぜの、いわゆるそのマフィアの消し方じゃないですか。傷つけて、割と厚めの紙だったら表面を傷つけて破り取っちゃうってやつじゃないですか。で、あれの砂消しゴムの方が使えないっていうのはまあそれはそれでいいんですけど、あの砂消しゴムと普通の消しゴムが二つくっついた例の消しゴム。まあもしかしたら30代ぐらいじゃないとわかんないかもしれない例の消しゴムの話ですけど、例の消しゴムの普通の消しゴムの方もあんま消えなくね？あれがすごい僕は嫌いですね、文具の中ではね。あとですね、なんすかね、分度器とかもあんま使わないですよね。分度器使うことって、数学の試験の中で、数学の試験で一応定規持ち込みかみたいな試験があるじゃないですか。あの時に、まあ、なんですかね、あの図形の問題で、ここの角度 A、B、C は何度かっていう問題が出てるじゃないですか。そこに当ててみて、まあ、ないかって思う。これが答えっていうことはないかと思って、例題で書いてある図形に当ててみて、ま、ないかって思うぐらいしか使わなかったですもんね。あと、コンパスも痛い思いしかしたことないです、ね。コンパスの僕の主な用途は、僕ね、ランドセル。ね。ね。もうランドセルは自分で選びたいなーっていう子ってさ、なんて言い方すれば一番傷つけないから。今が一番いい時。あの子天才子役なんでしょ？すごい天才子役みたいなこと。もう小学生になるんだし、ランドセルは自分で選びたいなーっていう子。今が一番いい時。ね、ね。ソロ版を頑張れ。で、あのランドセルを、小学校1年の時買ってもらうじゃないですか。それでこうずっとやってるんですけど、とにかく僕は成長しましたから、ガンガン成長しましたから、もう小学校3年ぐらいでまだみんなランドセルガンガン現役で使ってる時に、もうなんか知らないジジイにずっとキャメルクラッチをかけられてるみたいな、キャメルクラッチでいいんだっけ、背中からグーってやるやつ。あれ、フルネルソンってどんなのさ？ほら、お互い全然格闘知らねえじゃん。で、ガラスの向こうも全然格闘、キャメルクラッチ、顔掴むやつ何？顔掴むやつは、アイアンクロー。これはアイアンクローだよね。何キャメルクラッチっていう技を急に、キャメルってラクダでしょ？クラッチって何？ラクダにギアがついてるってこと？どういうこと？ね、なんか要するに後ろから羽がいじめに知らないじいさんに、85、6ぐらいのじいさんに、その、背中から羽がいじめにされてる感じがしてすげえもうピッチピチだったわけです。嫌だったわけです。で、割と早めに、いわゆるこう手下げカバンみたいなのに俺変えてったのね。でも、その、もともと俺は、整理整頓が下手ですから、そういう、分度器とかそういうのセットみたいなやつを、ちゃんとこう、その、入れる用の袋とか、入れる用のやつに入れられずに、カバンの中に、もうガンガン放り込んじゃうわけ。ガンガン放り込んじゃったまま、こうやっていつもこうやって歩いてると、
コンパスの横の針が、いつしか、手提げカバンの底の端っこから突き通って出てるっていう、なんでしょうね。あの、カーゲーベーから、その先っぽのところにすごい危ないやつを塗って、あいつとすれ違えと、今、逃亡してる、しようとしてるあいつとすれ違えっていう命令を受ける時の武器みたいになっちゃってるわけ、それが。俺が遊ん、学校帰るとかに、イエーって帰ってくると、自分のふくらはぎにぶっさり刺さって、痛い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 っていうのになるための道具だもんね。その、するためのコンパスっていうのは、あの、で、あれで、僕は、ああ、こうやって雑に、あの、文房具や学用品を扱っちゃいけないなっていうのを多分、あの、文部省が俺に知らせるために、今後机の中や、カバンの中を整理整頓しないと、また、ふくらはぎに刺さりますよっていうことを、俺に教えるために開発した文房具だと思ってますから、そういう意味で相当嫌いですね。あとは六角形の消しゴムにホームランとかアウトって書いてあるやつはもうバカみたいに野球ゲームやりました。友達とやるのは一人でもやりました。でずーっとノートに当時のこう野球の打順を全部書いて、もうあの1年間のペナントレースとかもすっごいやりました。でしかもここで代打誰出すかね、要するに2アウトランナー2塁3塁でここで代打を誰出すかっていう、変な話、あの際、その、六角形にホームランとかヒットとか書いてある消しゴムでは、何の確率も誰を出したところで、最新の野球ゲームはそれはさ、ホームランいっぱい打ってるやつの方が打力が高いですけど、そんなの何にも変わんないじゃないですか。でもね、熟考したね。すっごい考えたね。ここで左のオカジを出すのか。もしくは、ハットリを、ね。この、オカジとハットリが両方わかる日本ハムファンなんか、まずいませんけど、オカジを出す、オカモチって書いて、オカジっていう、左バッターなんですよ。あと、ハットリっていうね、これ背番号2つけたと思うんですけども、内野も外野も守れる右バッターで、ハットリはどっちも苦手にしないけども、打率が低いしな、なんて、ここはオカジでみたいのを、熟考したりとかしてたので、あの、六角形の、あの、野球ゲームができる消しゴムは一番好きです。さあ、今日はスペシャルウィーク、メールで質問、ガンガン受付スペシャル、一番いい質問には、4750円が、厚生の渡辺くんからもらえるよということでですね、この2週間ずっと告知をしてまいりましたので、すごい勢いでですね、メールが今来てますんで、おそらくあれなんでしょうね、携帯の機種変をして今、何でもいいからちょっと打ちたいっていう人が、何でもいいんで、何でもいいから打ちたいんですけども、この年になっていたずらメールもなって思ってる人が送ってくれてるんだと思うんですけども、ですね、来ました。これ、もう、これメールが来ないと、逆に恥ずかしくてできないっていうのがあるんですけど、ラジオネーム、ボロボロの、ポロポロのポロシャツさんから、伊集院さんこんばんは。はい、こんばんは。平泉聖さんのモノマネをしてください。平泉聖だよ。おとそ気分で人殺しちゃった。はい、ということで、ということで、もう完璧ですね。続きまして、ペンネーム、南アフリカ、伊集院さん、こんばんは。はい、こんばんは。伊集院さんが今一番興味がないことは何ですかっていう。まあ喋りづらいんですけど、ただね、ちょっと思うんですけどね。もうここ5年ぐらいですかね、興味がないことにしか興味がないっていう、ね。なんつうんですかね。例えばこの番組が始まった頃に、俺が興味がないこととして、あれやるやつの気が知れないとか、俺はあれが嫌いだって言ったことの代表的な3つ、もっといっぱい言ってると思う。僕、方々に石ぶん投げてみんなに迷惑かけてますから、すごい勢いの、投石機ですから、そういう意味じゃ、全方向に投石してますんで、ね。もっといっぱい言ってると思う。自分で覚えてる中で、うわ、そういや俺これ本当に、興味がねえどころかだったなって思うこと。三つ、一つ犬を飼うこと。多分一回目のこの番組の
オープニングかなんかを前に聞き直した時に最初のフリートークは犬を飼うってどういうことだみたいな話をしたと思うんです。で、犬を飼うっていうことは自分より弱いものをそばに置きたいっていうね、自分に歯向かわないね、自分より弱いものをそばに置きたいっていうそういう弱い心の表れなんだみたいなことをまあ要約するとですけど言っててね。でも犬もう大好きですから、ね、犬飼ってますから、で、あの結論として何も僕の言ってることに矛盾ないなと思うのは、僕は今従順で裏切らない、そして自分より弱いものをそばに置きたくてしょうがないです心が弱って、はい、心が完全に弱ってますからっていうか、もう完全なドッグセラピーだと思ってますから僕は、あの犬がそばにいることを。それと、三大のうちもう一つが、多分マラソンっていう行為に関しても、ずっとあれですよ。マラソンのマラをですよ。おちんぽこのマラと、引っ掛けたような、つまらないダジャレを言ったりとかして、それを言った覚えだよ、一応、ね。マラを損するって書くからなぁつって、ね。マラソンに関しても多分わからないし、興味ないからトップだったんですけど、相変わらずわかんねえし、その、マラソン自体はそんなに興味ないですけど、ジョギングしますからね。ただね、ちょっと勘違いしてもらっちゃ困るのは、この間某放送局から、東京マラソンの、なんかコメンテーターみたいなの仕事が事務所に来たんですね。走るのがお好きらしいんで、みたいな。お好きでは全然ないんです。で、これもね、ちょっと難しいところは、多分、M の人っているじゃないですか。荒縄で、おちんちんをガインガインに締められて、これ以上締められたらちぎれちゃうよっていうところで、その、またさらに締められる人って、荒縄をちんちんで締められるのお好きですよねって言われたら、好きじゃないって言うと思うんです。断固として好きじゃないっていうか、そこからスタートしないとおかしくなっちゃうでしょ。ね。大好きなんですっていうね。あれですよね、乳豆を、ニッパーで切り落とされそうになるのお好きなんですよねって言って、お好きだって言った時点でおかしくなっちゃうで、お前お好きだったらばもうしてあげないよ、あたいはってなっちゃうじゃない、それ。そういう感じで、相変わらず僕は、その、ジョギングは嫌いなんですけど、うまく言えないですけどね。で、この二つに関しては、やってる、全然それに関してやってるじゃんっていうことなんですね。でも一個今チューブラリになってるのは、この番組の初期に僕これ必ず言ってるんですけど、っていうか、結構ずーっとそう思ってるし、今でもどっかでそうは思ってるはずなんですけど、少年野球のコーチ監督っていうのが、なんか俺の中では、なんでっていう。あ、特に、30代とか40代とかすげえやってる人に、自分でやりゃいいじゃんってすごい思ってて。で、今も半分ぐらいはそう思ってるんですけど、ちょっとやりたいっす。で、どっかで少年野球のコーチ監督を一生懸命やってみたい。ただ、他の問題でね、怪我でもさしちゃった日に、ね、あと、僕の場合、全員、元ヤクルトスワローズの八重樫のホームにしますから。全員を、全員を、お前八重樫、お前大道、八重樫大道、八重樫大道にしますから。必ず全員が八重樫と大道しかいないっていう、チームにしちゃいますんで、その子たちが後で、これが普通じゃないっていう、ね。あの監督の教わった基本がかなり、基本じゃないっていう。で、チームに一人だけ、こいつは変な話、100年に一度、いや30年に一度の逸材だと思ったやつだけ、種田の方もやらせますんで。だからもうそういうことで、そういうことが許されませんから、結局やりませんけど、でもなんか最近は、まあ、ああいう少年野球の監督本気でやると自分で野球とかやれないんでしょうけど、それは嫌だから、自分で野球はやりたいですから、あれですけど、少年野球の監督コーチって面白そうだなってちょっと思ったりする。します。しますね。だから、で、しかもそういう今まで触れなかったり興味がなかった、あえて自分が興味がないっていうふうに言うことっていうのは
何なのっていう自分の中で。僕は言わなくていいじゃないですか。本当に興味がないことって言わないわけじゃないですか。これは興味がありませんって断言することは、何かその裏返しのその何かが多分僕あると思うんです。だから言ってきます。ポコチンを荒縄で縛ることに一切の興味がないです。ね。で、絶対にしないでください。絶対に、僕のポコチンを荒縄で縛らないでください。だからなんかそういうことで言うと、ここ数年ぐらいは自分の嫌いなことだったりとか、興味がないって宣言してたことの中に、もしかしたらなんかあんじゃねえかなって思って、さすがに自発的になんかやってみるとちょっとできない。恥ずかしくて怖くてできないんだけど、そういうのを、ちょっとこう、自分がこう企画出せるようなテレビとかの企画に絡めたりとかして、やってみて、ああ、やっぱねえなと思ったりとか、ね。思ったりはちょっとするんで、この、今一番興味がないことは何ですかっていう、この、質問は、おそらく、機種編の試し打ちだと思いますよ。ね、おそらく機種編の試し打ちで打ったかと思いますけど、僕の中でかなり、テーマになってる。もう一個ありますわ、これも昔言ったことあって、これも、ね、ちょっとね、これ負け惜しみも含めてるかもしれないけど、まあ、自分の中でそこを探求する必要があるのかどうかちょっとよくわかんないからほっぽっといてるけど、さっきも言ったように、犬に興味はない、ね、犬に興味はなくて、で、その興味がない時に言ってた犬をそばに置きたいっていうのは、その割と従順で、で、自分はこういうものを守れるんだみたいなことを自分で自分納得させたいから自分が弱くなっ、ああいうのは弱い、心が弱いから犬とか小動物とか飼いたくなんじゃねえのっていう、ここに関してあんまりブレてないの。だけど自分がそうなっちゃったことは認めざるを得ないみたいなとこあるんで、そこはブレてないっちゃブレてないわけ。で、少年野球のコーチ監督も、それは自分でやった方がいいよっていう。自分でやった方がいいけど、あれの育てる面白さみたいなことはまあ、あんじゃねえかなみたいな感じで。うまく言えないけど、ジョギングも、嫌だけど、楽しさはわかるみたいな。完全なこう、180度転換は してないっていうか、できてないっていうか、完全なその回収、回破はできてなかったりするんだけど、今何言おうとしてた？その手前のところで何言おうとしたっけな。それで、ああ、俺今なんか、これに今興味持ってんだって、なんか言おうとしてたやつも忘れちゃった。完全に言おうとしてたやつ忘れちゃった。あれ俺もう今一個、これにちょっと興味持ってんだよって言おうと思ったんだけど。一つはダンス。ね、ダンスと。あともう一個は英会話教室。で、もう一個あったんだけど。そのもう一個を言おうと思ってて、今この二つは、この二つもそうだなぐらいで思い出したやつで、俺最近なんかね、ちょっと、ダイエットしてから、頭のキレがちょっと良くなった。あとタバコやめて、もう5年かな ?5 年ぐらい経って、タバコやめて2年目ぐらいから思い始めたことなんだけど、すごく頭のキレがすごい実は良くなってきたのね。実は良くなってきてて、で、さらにこのダイエットとかしたりして体調管理をすると、頭のキレがどんどん良くなるわけ。で、良くなると、今みたいなことが起こるのよ。今までは、もう、かなりボケンボケンになっちゃってるから、途中で忘れたっていうことはもう忘れちゃってるわけ。途中で忘れたことも忘れて、トンチンカンなことを、ずーっと喋ってんじゃん、俺。同意されたらすごい悲しいけど。だけど、なんか、頭が切れてるせいで、途中でほっぽったことを思い出しちゃうんだよね。あれ、俺途中まで言ってたこと違うけど、まあいいや、追っかけてもダメだしにならなくて、そこをすごい思い出しちゃう。うわ、なんだっけな、俺が今まで、そんなに興味もなかったし、好きでもないって断言してきたけど、ちょっとすげえ興味、あること。うわー。わかった人は、あれだなって思ってください。ということでですね、質問ある人は、バカアットマーク tbs.co.jp、バカアットマーク tbs.co.jp まで送ってください。お待ちしております。たくさんですね、今回スペシャルウィークというこれ長年温めてた企画ですね、メールでですね、こう質問とかをいただいたら即座に答えちゃうっていうやつをやってますけれども、ラジオネーム、
ゴールダストさんから、川本と成本、どっちがいい抑えだと思いますか？これね、俺川本なんですよ。断然川本なんですよ。あのね、晩年のジャイアンツ行ったり、日ハムをちょっと行ったっけ、川本って。晩年の川本じゃなくて、キレッキレの時の川本投手が抑えやってる時代に、僕あのテレビのチャレンジ企画で、イラブ投手の、これまたキレキレの時代なんですけど、イラブ投手の球を、受けてみるっていうのをやったことがあるんですね。その時に、イラブ投手の球は、まあ、僕も草野球、高校野球上がりだったんで、一応取れたんです。なんとか、151キロ、取れたんですけど、その時にピッチング練習場で隣で川本投手が投げたフォークは、取れないとかじゃないです。見えないです。もう基本的に見ることができないっていう、なんつうんですかね、まあ、その、理屈と合ってないんですけど、その、フォークボールとは何ぞやっていう理屈と合ってないんですけど、よくフォークボールってね、実際、プロ野球のピッチャーが、ね、投げるストレートっていうのは、常識を逸してるっていうか、なんていうのかな。フォークボールの方が普通の球なんですって。フォークボールの方が普通の球で、要するに、回転を与えないでボールを機械でこうやって打ち出したら、ああいうこう、ちょっと落ち気味の軌道になるらしいんです。だけど、その手首の使い方とか回転のかけ方とかがすごいから、プロ野球選手の球は、その、投げ出した時よりも速くなることは物理的にないけども、スピードが相当落ちないから、ストレートはまっすぐでフォークボールは落ちるように見えるって言うんですね。だから、要するにフォークボールの方が普通の球なんです、みたいなことを言うんです。でもその川本投手のその投げてたフォークボールを僕見たときに、途中まで伸びる感じっていうの。減速しないどころか、ストレートみたいに伸びたやつが落ちるっていう、意味がわからないから、僕ら素人なんかその、150キロのストレートもまあ見たことないのにもかかわらず、それに近いストレートが、急に、こう、落ちる。しかも、見たことない軌道で上に上がってるように見えるわけです。自分たちが頭に描いてる軌道よりも全然こう、伸びてるように見えるんですよね。伸びてきたと思ったやつが、急に落ちるから、見失うんですよ。ボールを完全に見失う。僕、それはその、キャッチャーの位置じゃなくて、ネットの位置で見てたんですけど、そっちは、イラブ投手の球を受ける行為よりも、これは確実に死ぬなって思うのは、もうそっちのボールで、後にも先にもいろんなそのピッチャー投げてる、その、球見たことあるけど、なんかこう、意味がわかんなかったっていうか、のは、川本投手のその前世紀のフォークボールで、なんです。まさかこんな真面目な話すると思わないでしょ。こういうのもしますよ、僕は。